あなたが初段の方対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ三間飛車よろしくお願いします。さあ今日はですね、10分将棋にしてちょっと雑談メインでやっていこうかなと思っております。よろしくお願いします。そうですね、今日ちょっといろいろ話したいことがあって雑談将棋という形でやっていくんですけども、結論から言います。私今の会社退職いたしました。やったぜ嬉しい、退職できました。まあ、11月いっぱい出勤という形で、で、12月いっぱいは所属しているみたいな、そんな感じの退職の仕方ですね。12月はもう全部有給消化なんで、丸1ヶ月お休みという形ですね。で、次の仕事はもう決まってて、2月から、会社出勤する予定なので、まあ2ヶ月ぐらい休みがありますよっていう状況でございます嬉しい、もう本当に嬉しい。ずっとね退職したいと思ってたんですよね。まあいろいろ理由はあるんですけども、まあ、なぜ退職したかったっていうと、ちょっとね、引っ越しをしたかったんです。今の住んでるところが、ちょっと実家から遠くてですね、もうちょっと引っ越しして実家の近くに住もうっていうのがまず一番の理由。で、二番目の理由としては、パンツを脱ぐ。はい。二番目の理由としては、ちょっとね、上司がですね、ちょっと癖のある人ですね。疲れました、上司に。うん、それが2番目の理由ですね。うん。よいしょ。そうなんですよ。まあ、いつ頃から転職活動しだしたかな。今年の、とりあえず辞めようって決心したのはもう4月頃ですかね、春頃で、辞めてちょっと実家の近くに住もうかなっていう感じに決心して、転職活動をしだしたのがだいたい6月ぐらいかな。まあ転職活動をしながら YouTube をしながら、で上司のねご機嫌も取りながらっていう感じで、7月、8月、9月、10月、11月とやってまいりました。でね、YouTube ちょっと、まあ、風邪をひいたりだとか、あとは、ショート動画が投稿できなくなったとか、いろいろあったんですけども、まあ、なんとか、毎日投稿することができました。ね、皆さんのおかげです。もう本当心折れそうになった時もあったんですよ。うん、ここ折れそうになった時もあったんですけども、まあ皆さんがね、まあ特にね、声が出なくなった時、声が出なくなった時に、ね、皆さん待ってるっていう風にコメントをくださる方が結構いてくれて、すごい励みになりましたね、あれはね。もう毎日頑張って、どういう状況でもいいから毎日頑張って投稿しようっていう気持ちになりましたね。うん、ありがたかったです、本当に。で、まあ、会社の上司なんですけども、これがね、またちょっと癖のある人でね、めちゃくちゃフレンドリーに話してたかと思えば、急にこう怒り出したり、ね、あと普通に仕事してるのにこの仕事やっといてみたいな感じ で、まあその仕事やってやりましたって報告しても、おありがとうみたいな感じでね、ちょっとね、なんかご機嫌等の私疲れるよっていう感じで仕事してましたもうほんとね、そういう上司とね一緒に仕事してても全然楽しくないしね。まあ、特にね、後輩、
後輩僕、まあ一応いるんですけども、後輩にちょっと辛かったっていうのを見ると、なんかね、そういうのもね、やるせなくって、で、まあ、ね、ちょっと意見すると、他の人にめちゃくちゃ悪口言って、ね、なんか立場を悪くするじゃないんですけど、まあそういう立ち回りをするような上司だったんですよね。まあそんな上司のもとで、まあ、ずっと働きたくないなと思ってたんですけど、まあちょっとね、そういうのが目立ち始めて、もうこれはちょっと僕の精神が削られていくと思って転職を決心しましたね。まあ、ちなみに福利厚生はすごいいい会社でした。上司はあれでしたけど、福利厚生はめちゃくちゃいい会社でしたね。ちゃんと有給使っていいよっていうのも言ってくれるような会社でしたし、ね、今回も11月まで出勤して、12月は、有給消化でっていうことも、まあ、全然、あ、もうそれでやってくださいみたいな感じでしたし、そういう面ではすごいいい会社だったなと思いますね。ただまあね、上の人が良くてもね、上司とはまあ毎日話すわけで、7分、そういうのがね、やっぱり積もりに積もって、まあ退職という形になりましたね。でまあ転職先なんですけども、まあ、ちゃんと給料も上がりますし、まあ今のところは分かんないですけどね、中身も良さそうな会社だったので、ちょっとね、希望に胸を膨らませながら今はウキウキと将棋をやっているわけでございます。でまあ今後なんですけども、12月と1月と時間がありますので、まあそこでちょっとね、チャンネル登録者数を頑張って増やしていきたいなと思っております。まあ、チャンネル登録者数増やすということはいろいろ頑張らないといけないわけで、まあ何か楽しい面白いコンテンツをね、提供できたらいいかなと思っている次第でございます。でまあ退職金も一応出るんですけども、退職金、まあ、スズメの涙程度ですけどね。退職金で、まあ、引っ越し費用と、まあ、余れば、パソコンでも買えたらいいかなと思うんですけども、まあ、MacBook Air が欲しいというわけで、MacBook Air 高いんですよね、最近。まあ、昔から高いんですけど、MacBook Air が欲しくって、そのお金が余るかどうかっていう感じですね。一応12月まで所属しているので、退職金がどのぐらい出るかっていうのがまだちょっと明確ではないんですけども、まあ、それぐらい、買えるぐらいは出るんじゃないかなと思ってるんですけどね。まあ、そこがちょっとわからないところですね。でまあパソコン変えたらライブ配信とかね、できるようになるんで、今ずっとスマートフォン、 iPhone で収録して、 iPhone で編集して投稿してるので、iPhone だとライブ動画っていうかライブ配信できないんですよ。なんか1000人から iPhone とかでもライブ配信ができるっていうのは調べた結果そうだったんですけど、そうなんですよ、できないんですよ。なんでパソコンだったら1000人以下でもライブ配信できるらしいんで、ちょっとねパソコンでも買ってライブ配信とかできたらいいかなとか思ったりしてるわけでございます。あとはショート動画ですね。ショート動画今休止中なんですけども、ちょっとショート動画もやっていきたいかなって思ってるのと、まあ、毎日動画投稿っていうのは、まあ、続けていくんですけども、まあなんかたまにコメントいただくんですけども、まあその時に
すごい、こんな将棋ででもですよ、こんな将棋ででも、すごい勉強になりましたみたいな感じで言ってくれる人も中にはいらっしゃって、めちゃくちゃありがたいことなんですけど、でまあちょっとね、なんか勉強できるようなそんな動画投稿ができたらいいかなと思っております。うん、ただね、勉強できるような動画投稿ってね、難しいんですよね。僕本当に戦法の勉強全然しないんですよ。本当嬉野流をずっと使い続けてきて、でまあ嬉野流チャンネルさんがあるんで、じゃあなんかないかなと思った時のパンツを脱ぐだったんで、これがね僕本当にしなくって勉強でね、ちょっとね序盤の勉強動画っていうのは僕はちょっと向いてないかもしれないですね。なんでちょっと他の方法で勉強できるような動画が投稿できたらいいかなと思ってるんですけども、全然思いつかない。なんでね、ちょっとこれは未定ですけども、でもなんかそういう動画が投稿できたらいいなとは思ってます。でね、1、2ヶ月かけて考えて、でまあレギュラー化できたらいいかなとか思ったりしてるわけでございます。あとはそうですね、やっぱり戦法を教えるチャンネルも、まあ、黒野さんとかね、すごい知識量で、こういう時はこういう戦法がいいとかいうのをね、解説してらっしゃるんですけども、やっぱり、ね、あと藤森先生とかね、もう藤森先生はプロ棋士なんでね、もうそこには絶対勝てないですよね。だからまあ戦法を学ぶんだったら、もう藤森先生のチャンネルを見てください。黒野さんの、チャンネルを見てください。もうそれが一番です。なんでちょっと他のね、ところで他の角度から勉強できるような動画がなんか思いつきたいんですけどね。まあ頑張って思いつかせます。そこはなんとか思いつかせます。なんでまあちょっとお待ちをという感じで、全然準備はできてません。ごめんなさい、もう仕事とそのまあ、体調不良もあって、全然その YouTube に時間を注げられなくって、もうこの10月11月ほんとしんどかったですね。もう風邪ひいたのが一番しんどかった。もう風邪はね良くない。やっぱりね、人間元気なのが一番です。皆さん本当にもう元気が一番ですね。なんか若い時はね、健康第一とか、もうおっさんみたいな、おじいさんみたいなことを言ってるなーとか思いながら、親のね話を聞いてたりもしたんですけども、3分この年になってね、まあこの年っていうか、まあ、まだ若いとは思うんですけど、この年になってね、すごい染みました、その言葉が。健康第一が一番です、本当に。体調不良の中仕事行くのもしんどいし、なんかいろんなね余暇活動するのもほんとしんどかったですからね。なんで皆さん健康には気をつけてね、やっていきましょう。さあ局面はハラギンなんですけども、これ取ると同歩なりにして、6三角打ちからどうかなと思ってます。取れないはず。急に解説を入れていくスタイル。なんかね、新しい戦法をね考えて投稿したいとは思ったんですけども、新しい戦法ってなかなか思いつかないですね。2分30秒。それは思いました。新しい戦法は難しいです。なんでまあなんかね、勉強になるような一つ、こうあんまり見ないようなチャンネルにしていきたいとは思ってます。まあ思うだけで終わるかもしれない。
まあそこは温かい目で見ていただければいいかなと思います。うん、いやーでもね、チャンネル者登録者はね、この機にちょっとぐーんと増やしていきたいかなと思うんですけども、まあちょっとね、チャンネル登録者数を気にしすぎてしんどくなった時期もあるので、趣味のチャンネルとしてあのこのね動画投稿始めたので、あのそこはちょっと忘れないように、自分が楽しく、まずは自分が楽しくできて、で皆さんに楽しんでいただけるような、そんなねチャンネルにしていきたいと思っておりますんで、あまりこう気張らずにやっていこうかなとは思ってます。ただチャンネル登録者数は増やしたいので、チャンネル登録よろしくお願いします皆さん。なんか動画のその分析するような、動画投稿者のクリエイターツールみたいなのがあるんですけど、なんかそのそれでもうどういう視聴者が見てますみたいなのも見れるんですけども、チャンネル登録していただいてる方とチャンネル登録していない方がこう視聴している割合とかを見れるんですよ。でそれにですね、チャンネル登録していない方の方がやっぱり、一応動画見ていただいてるんですけど、チャンネル登録していただいてない方の方が多いので、チャンネル登録ぜひしていただけると私モチベーション上がりますんで、よろしくお願いします。ちょっとね、楽しい、面白い、勉強になる、そんなねチャンネルと、チャンネルにしていくんで、ぜひともよろしくお願いします。さあ、局面もうちょっとでなんとかなりそうな雰囲気は出てきた。ただ相手の時間がなくなってきたな。これなんかあるんじゃないか、何もないのか、この辺から、この辺からどう取れば銀を取って、良ければ金を取ってどうかなと思うんですけど、これは桂馬なってどうすかね、なんとかなりそうですね。押して銀打ちかな、銀打ちは飛車切って、飛車切りに対して銀を打って、取れば金から詰むんで、取れなくって、そうですね、押して打って、また多分歩打ってくるんですよ。1分30秒、これ取って、これ詰ましたいですね、詰ましたい、こういう感じか、取れば詰みなんで玉、そうですね、上がるしかなくって、うわー、詰んでない、これ。詰んでないですか。あー、詰んでないな。ごめんなさい、こっち銀取ります。これはもう必死ですかね、多分。時間切れ勝ち。多分必死ですね。はい、ありがとうございました。まあちょっと今日は雑談将棋ということで、雑談メインにさせていただきました。ちょっと長い動画になったんですけども、今後ともよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼します。